このタイミングで下からすくい上げてタッチに行くと間に合わないという判断をして、もう上から被せるように。お疲れ様です。KT です。今日は3月19日ということで、本日もカープラボをご視聴いただきましてありがとうございます。田村選手最後打ってほしかったですね。まあそれにしても松山選手勝負強いですね。まあ放牧調整ということで注目されていましたけども、しっかりね上に上がってきて結果も出しておりますんで、これはもう認めるしかないなということで、今年もね一軍の代打の切り札として頑張っていただきたいなというふうに思います。というわけで本日の動画はこちら、ドンということで、今日はですね、オリックスバファローズとのオープン戦について振り返っていきたいと思います。まあ熱い試合だったといえば熱い試合だったんですけどね、まああのままね勝っていただくのが本当は良かったんですけども、まあまあまあ今年のねシーズンもこのようなゲーム展開は多くなると思いますんで、最後しっかり野手陣の方で粘りを見せてくれたのは良かったんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでこちらのチャンネルは広島カープ応援チャンネルとなっておりますので、カープファンの方、そして一緒にカープを応援してくれる方、カープを盛り上げてくれる方はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日のこの熱い試合について、皆さんのご意見もお待ちしておりますんで、コメント欄にコメントの方をよろしくお願いいたします。はい、それでは本題に入っていきたいと思います。今日もゲームの振り返りとなりますので、全体オフェンスディフェンスその他といった順番に進めていきたいと思います。まずはじめ全体のところから振り返っていきたいと思います。スタメン見た瞬間ですね、ちょっとねおっとなってしまいましたね。驚きました。秋山さんがまああの休養といいますかね、守備には今日つかずに打席だけの調整という形になったんで、田村さん来るかなと思いましたらね、まさかの大森さんがセンターに入るということで、まあそこは本当にね、素直に野間さんセンターに入れて田村さんをね、ライトに入れるというスタイルで良かったんじゃないかなということ。大森さんあんまりね、まあ今日ね、この後どうなるかわかんないんですけども、まあ結果としては田村さんの方が出ていたんで、そこはね、田村さんに、チャンスを与えて欲しかったなというふうに思います。で、まあシーズン中もね、大いにしてこうやって秋山選手が欠場する、西川さんが欠場する、野間さんが欠場するといったところは、あの試合はね、あの想定されますので、まあそういう時に誰が出るのか、誰を使うのか、今ので状態でしたら田村さんかなというふうに自分は思いますんで、田村さんにね出場機会を与えてほしかったなというふうに思います。はい、その他ですね、栗さん、開幕ローテーション当確ということで、まあこちらですね、今日のピッチング関係なしに、試合前に、宣告されていたみたいなので、それを受けて今日どのようなピッチングだったのかね、この後もしっかり振り返っていきたいと思います。はい、そしてまあ今日のね試合を振り返ってみましても、やっぱりねリリーフ陣が心配、まあ昨日それまでのねゲームを見ましても、今年もやっぱりリリーフ陣で悩まされそうかなというところで、まあ栗林投手がね、なんとか開幕には間に合いそうだというところは、一つ明るいニュースではあるんですけども、まあ現在ね、後ろでしっかり投げているのが、ルーキーの川野投手ぐらいかな。まあ、島内投手もね、なんか良さそうな感じしますし、ターリー投手もね、良さそうな感じしますけども、まあ、去年のね、感じを見てみますと、本当に絶対的なところかと言いますとそうではないので、今年もリリーフ陣はやばそうかなというふうに思います。はい、そして今日はですね、ファームの方は、元気なく1安打2得点に抑えられたということで、ちょっとね、おかしなゲームやっておりますけどね、ヒット1本で2得点で負けたと3対2かな。で、増田さんが今日先発したということで、まあ、これはね、2軍に落ちたというよりは、日曜日に投げろという意味かなと、というふうに自分は推測しておりまして、まあ、栗投手なんかはね、この来週、また日曜日に投げて、その後ですね、開幕は、火曜日あたりをね、投げるんじゃないかなというふうに自分は予想しております。このままね、素直に日曜日、大瀬良さん、栗さんをね、並べるのはちょっと自分の中では、考えれないので、まあ、今日ファームの方で増田さんが投げているということは、神宮の、2試合目は、増田さんが投げて、栗さんはもう一回ね、来週末調整して、1週間空けて、開幕はね、火曜日ぐらいを担うのかなというふうには自分はね、考えております。ますんで、まあその辺もね、また皆さん、違うだろう KT それはみたいな、ご意見ありましたらコメント欄によろしくお願いいたします。はい、そしてゲーム関係ないところでね、ちょっと個人の話になってしまうんですけども、エスコンのチケットですね、交流戦の、チケットが、ローソンのチケットですね、ローチケかな。で、今日プレイリリースということで、先行抽選、先行販売か、はい、先着順での発売となっておりますけども、なんとかゲットすることができました。まあ、実際はね、ファールゾーン問題になったところ、削られるだろうというところを狙ったんですけども、そこで、ね、本当に秒で、完売になってしまいましたんで、三塁側の、レフトスタンドをね、ポール際のファールゾーンのところ、しっかり確保することができましたんで、もうこれでね、ホテルも飛行機も取ってありますんで、6月の交流戦楽しみに、待ちたいなというふうに思います。はい、それではオフェンスのところを振り返っていきたいと思います。打順の並びですね、特にクリーンアップのところ、今日のね並び個人的には、いいかなというふうに思います。3番西川さん、4番マクブルームさん、5番坂倉さん、6番デイビッドソンさんという並びになっておりまして、まあ、最近はですね、西川さんを4番に入れて、3番にマクブルームさん、5番にデイビッドソンさんという並びが多かったんですけども、まあ、長いシーズンね、戦っていく上でやっぱりね、この今日の並びですね、龍馬さん、マックさん、坂倉さん、デ
ビトソンさんという並びの方が、うまく回るんじゃないかなというふうに思います。まあ今日はですね、ちょっと機能することなく、終わってしまったんですけども、まあ長い目で見ると、このスタイルの方がしっくりくると思いますんで、こっちのスタイルでね、続けてほしいなというふうには思います。はい、そして今日はですね、打線の方は、まあ初見のね、外国人投手ということで悪戦苦闘ということで、なかなか打つことができませんでしたね。まあいいピッチャーですね、パワーカーブなのか、ナックルカーブなのかね、結構落差といいますかね、こうブレーキの効いたストンと落ちてくるカーブと、あとチェンジアップもね、いいところに決まっていたということで、なかなかね、打ち崩すことができなかったんですけども、もうひょっとしたらね、交流戦で当たる可能性もありますんで、その時はしっかりね、今日のデータを参考に打ち返せると、いいなというふうに思いますんで、次回もし対戦があったら、頑張って打ち返しましょう。はい、その中で、ピッチャー変わったところですね、坂倉さん、出ました。お箱のフェンチョク、フェンスを越えない坂倉選手ということで、あそこね、本当にフェンス越えてほしいんですけども、まあ、いい当たりでしたね。素晴らしいバッティングでフェンチョクの、ツーベース放っております。で、マクブルムさんが、ランナー一塁にいて、ホームまで生還したんですけども、まあ中継プレイがね、うまくいったらおそらくね、ホームまで帰ってこれないだろうなというあたりではあったんですけども、まあ中継プレイがね、しっかり乱れたところ、隙をついて、国母コーチもね、最後まで、カットプレイが乱れてるところまでマクブルーさんをね、しっかり全力で走らせといて、乱れたと判断した途端にもう一回ね、回して、しっかりホームまで返せたんでね、あれをね、まあこのあたりだったら戻れないなというふうに判断して、最初からサードで止めようというような形にしてしまいますと、1点損してしまいますんで、しっかり最後まで気を緩めることなく、コーチがね、判断しましたし、それに応えたマクブルーさんといったところはね、今年の走塁意識の改革といったところはしっかり浸透しているのかなというふうに思いますんで、いい走塁だったというふうに思います。はい、そして昨日ですね、デイビッドソン選手3三振したけど、内容は良かったですよということを話したんですけども、まあそのままね、今日結果に出てくれて良かったかなというふうに思います。まあ2つも今日ね、変化球、打ちまして、フェンチョクのツーベースと、センター前のタイムリーという形で、結果も出てきてね、これでメンタルも安定してくるというふうに思いますんで、まあこれからね、本当ラスト5試合ね、もうちょっと上げてってもらって、開幕にね、いきなり爆発してくれるといいかなというふうに思います。はい、そしてね、WBC 侍の方ではペッパーミルの、ポーズが流行っておりますけども、なんとデビッドソン選手ですね、ゴマスリポーズをね、披露していたということで、ちょっと面白かったですね。まあ誰が教えたんですよね。せいや選手がね、いないんで、まあ西川選手かな、一緒に焼肉行ったりもしていたんで、西川選手あたりはこういうのをね、教えていたのかなというふうに思います。上本さんかな、まあおそらく西川選手かなというふうには思っております。はい、そして大森選手がですね、フォアボールで出た後かな、盗塁の方を決めているんですけども、初球にですね、変化球ワンバンになってで、その後の球でスタート切ったんですけども、まあ、そこでおそらくまっすぐだろうなというふうには自分は思っていて、ここはちょっとやめとけと思ったらまさかのスタート切ってたということで、そこでいくかと思って、まあ、結果的には、ね、セーフになったんですけども、まあ、スタートを見るとね、もう本当にギャンブルスタートみたいな感じで、ピッチャーの、ね、足が上がる前にスタートを切っていて、まあ、セーフを取ったんですけども、まあ、シーズン中ね、あれ牽制でアウトになると結構痛い展開となってしまいますんで、まあ、なんかね、根拠とかね、癖が見抜いて根拠があってスタートしていたんだったらいいんですけども、変化球ワンバンなあと、まあ、次ね、変化球続けにくいなというところでのスタートというのは結構勇気がいるなというふうに思ったんですが、まあ、結果的にね、セーフだったんで、よかったとしましょう。そしてね、まあ、失敗も恐れるなという方針がありますんで、しっかりその辺の従ってやったということではよかったのかなというふうには思います。まあ、その後ですね、しっかりタイムリーも出ておりましたんで、まあ、今日はですね、自分の中では田村さんを出してくれというふうには言ったんですけども、大森さんしっかりアピールの方成功しておりますんで、まあ、よかったのかな。まあ、これで1軍、2軍、ちょっとね、際どいところにいるかなというふうに大森さんは思っていたんですけども、これでね、また一軍へ の席はね、残るというふうに思いますんで、残り5試合しっかりアピールして頑張ってほしいなというふうに思います。はい、続きましてディフェンスのところを振り返っていきたいと思います。クリ投手ですね、開幕ローテーション決定ということなんですけども、まあ、初回のね、初球ちょっと不用意なところはあったんですけども、先頭打者初球ホームランを打たれるということで、まあ、これどうなっちゃうのというようなね、感じだったんですけど、その後はですね、しっかり安定したクリさんらしいピッチングかな、はい、なっておりまして、まあ7回3安打1失点と111球ね、投げて、まあ、7回はね、おそらく志願の、もう1イニングおかわりタイムだったかなというふうには思うんですけども、まあ、しっかりね、抑えていたということでよかったと思います。まあ、直球はですね、結構力入れても145ぐらいだったかな、もう少し出るはずだというふうに本人言っていたんですけども、まあ、去年と同様にですね、140中盤ぐらいで勝負ということで、変化球の精度、キレで勝負していくという形になると思いますんで、今日はですね、そういったスタイルでいきますと、しっかり抑えていたというふうに思いますんで、まあ、これでね、これまでの2試合かな、先発したところは、ちょっと
っと不安あるかなというふうに思ったんですけども、まあ今日のね、ピッチングを見る限り、いい感じで仕上がってきてると思いますんで、まあこれでね、遠藤さん、大瀬良さん、床田さんあたりと、4本柱はね、しっかり仕上がってきてるというふうに思いますんで、栗としもね、これから開幕、迎えれると思いますんで、しっかりあと1回かな、調整あると思いますんで、そこでもね、しっかり皆さん、ファン、本人もそうですし、ファンもベンチも安心させるようなピッチングをして、開幕を迎えていただきたいなというふうに思います。はい、そしてその下、その栗投手を受けた坂倉選手ですね。今日盗塁は、3つ走られて1個アウトにしたのかな。まあ確率でいけば3割3分3厘かな、盗塁阻止率でいうと。はい、まあそういう形になるんですけども、しっかりね、握って投げていないかなというような印象を受けました。特に1個目かな、インコースの厳しい球だったんですけども、ポケットにね、入ってない、ポケットでキャッチできていないんで、しっかり握れてなかったような印象だったんで、送球が逸れてしまいましたし、まあ2つ目はね、いいとこ投げておりましたね。若干1塁側に逸れていたんですけども、まああっち側に逸れる分にはね、タッチしやすいということで OK としましょう。はい、そして3つ目はですね、ちょっと外にね、外し気味に要求した中で、セーフになってしまったということで残念だったんですけどね。まああれ、スタートを見る感じ、ちょっとね、ピッチャーの方にも責任のあるかなというような、盗塁成功だったんですけども、まあせめてね、坂倉さんがしっかり、握り返して、セカンドにね、ストライク送球していれば、ピッチャーが油断したというふうには言えるんですけども、坂倉さんがね、ああいう送球をしてしまいますと、ワンバンの送球をしてしまいますと、まあキャッチャーの責任になるぞというふうに思われてしまいますんで、やることはしっかりね、やって、坂倉さん頑張ってほしいなというふうに思います。バッティングの方でね、心配しておりませんので、キャッチャーとしてはしっかり頑張ってほしいなというふうに思います。で、一つね、パスボールあったんですけども、フォークボールかなんかが、ベース板上でね、跳ねておりましたね。ちょっとね、ブロッキングも難しくて、跳ね返りがね、大きくなってしまったということで、まああれはね、ちょっと仕方ないかなというふうに思います。土を想定して、ブロッキング構えたんですけども、ちょっとね、ベースに当たってしまって、自分の思ったところとは違うところにね、跳ねてきて、ちょっと当たりが、跳ね返りが強くなってしまったというような展開だったと思いますんで、まああそこはね、仕方ないのかなというふうに思いますんで、はい、次からね、しっかり、盗塁の方も、阻止していきましょう。坂倉さん、お願いします。はい、そして菊池選手、そのね、坂倉選手の最初の盗塁のとこかな、ショートバウンドになってしまった、送球なんですけども、もうあれね、菊池選手のセンスが詰まった行動だったんですけども、まあ結果的にね、後ろに反らしてしまって、三塁への進塁も許してしまったんですけども、まあショートバウンドとかね、ゴロを取るときは基本的にはグローブは、下から上に上げて、救うことが、鉄則となってしまうんですけども、まあ間一髪のね、タッチするかしないかのところで、一回救い上げてタッチに行くと絶対間に合わないと、もうタイミングをね、ランナーも見ながら、ボールを見ながら、これで、この、タイミングで下から救い上げてタッチに行くと間に合わないという判断をして、もう上から被せるように、ボールを取りに行きながらタッチをしに行くという判断をね、菊池選手。これはもうセンスがあるかなというふうに思います。もう一か八かのプレーなんでね、まあ後ろに反らすのも覚悟でやって、まあ結果的にね、三塁進塁してしまったんですけども、あれをね、しっかりキャッチしてタッチに行けばアウトになっていたようなタイミングだったんで、まあ坂倉選手がね、ショートバウンドじゃなくてノーバウンドで、ね、しっかり投げればいいんですけども、ああいうところでね、菊池選手がなんとかアウトにしようというこの姿勢というのは素晴らしいかなというふうに思いますし、まあそういうとっさにね、そういう判断ができる菊池選手の、センスというのは素晴らしいかなというふうには思いました。はい、その他ですね、登板機会の多い、チャンスの多い木村さん、またしても失点しまいました。まあちょっとね、不運な当たり、2つ続きました。田中康介選手もね、キャッチしてほしいところ、ちょっとイレギュラーがあったのかな、芝生と土の変わり目のところもあったんで、難しい当たりではあったんですけども、まあエラーではないですけども、ちょっと難しい当たりになりましたし、その前のね、先頭のところも、レフト前に、ね、詰まりながらも落とされると、不運な当たりもあったんですけども、まあそういったところもね、こんだけ失点、登板してね、登板するために失点が続くということは、何らかのね、木村さんの、なんていうかね、責任といいますか、理由といいますか、原因があると思いますんで、その辺をね、しっかり捉えて、改善していってほしいなというふうに思います。ちょっとね、チャンス多いかな、こんだけ失点してる割には、はい、他の選手もね、試してほしいなというふうには思うんですけども、まあ、次回もしチャンスがあったら、木村さん、しっかりね、バチッと抑えてください。よろしくお願いします。はい、そして、中崎さんですね。まあ、いろいろ言いたいことありますけどね、これちょっと喋り出すと今日はキリがないんでね、まあ、初回といいますか、初球ですね。回の初めの初球、ここはちょっとね、もう全てだったかなというふうに思います。まあ、他、いろいろ言いたいことはあるんですけども、まあ、バッターのね、その他、9回の裏のね、出場機会を増やしたということで、もうポジティブに、中崎さん、ありがとうございました。はい、そして最後ですね、アツさん、相澤さんですね、今日、ホームでのクロスプレーではないかな、タッチプレーのケースがあったんですけども、最終的にはね、挟まれて、強殺プレーでタッチアウトと、なったんですけども、しっかりね、コリジョン対策して、ベースよりね、一歩前に出ていたということで、去年ね、二度ほどコリジョンね、やらかしておりますんで、その辺のね、しっかり課題といいますか、取り組んで、修正できておりましたんで、ベースの前で、しっかり送球を待つというスタイルがね、今日はできておりましたんで、まあ今年はね、相澤さんによるコリジョンによるセーフというのはないのかなということで、これは安心
信しました、しっかりね意識づけと体もね覚えているということで、大丈夫かなというふうに思いましたんで、まあ、アジアさんね、終盤で大事な場面で出ることも多いかと思いますので、そこでね、コリジョンで、タイミングアウトだったところをセーブに変えてしまいますともったいないんでね、そういった意味ではしっかりね課題の方修正できておりますんで、良かったかなというふうに思います。でヒットもね今日意地のヒットですね、あの粘りながら三遊間を破るヒットというのも放っておりますんで、相澤さんもね引き続き頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、そして最後、その他のところを見ていきたいと思います。ちょっと秋山選手ね、お疲れモードかな。キャンプから頑張ってきて、対外試合始まってもね、いい感じで調整の方を続けていたんですけども、まあ、ここ最近ね、当たりも止まってきております。今日もね、あんまり内容良いものではなかったので、ちょっと疲労の方が溜まってきているのかな。まあ、その疲労が溜まってきている中でどうやって対応するかというのが、今日の出場だったのかなというふうに思いますんでね。まあ、この辺はね、経験十分ありますんで、しっかり対応してくれると思いますんで、まあ、心配ですけども、信じておりますんで、秋山選手よろしくお願いいたします。はい、その中で、田中康介選手とね、小園選手のこの競争というのは面白いですね。まあ、康介選手今日も動き良かったです。弱いゴロへのチャージであったりね、二遊間の反応ですね、ピッチャーのところ抜けていったところでね、取って投げる、で肩を開かないようにですね、このまま投げる感じがね、かっこよかったですね。あれこのまま取りに行ってね、肩開いて投げると、強いボールも投げれませんし、コントロールもつかないというところで、しっかりね肩を入れたままピッと、スナップスローで投げる、姿はね本当に今年の状態の良さを伺いましたんで、この2人の争いというのは素晴らしいかなというふうに思います。はい、そしてですね、まあ、ケムナ投手の時のエラーといいますかね、ヒットになったところなんですけども、オリックスねバッターが、内藤選手、なんとルーキーですね、高卒のルーキーということで、まあ、いろいろな、選手を試しているオリックスなんですけどもね、カープもねその辺を参考にして内田さんとかね今下で結果残している、二俣さん、中村選手とかね、一軍で使ってみてもいいのかなというふうには思うんですけども、なかなかね頑固一徹、下と上の入れ替えが少ないということで、まあ、見たいんですけどね、まあ、残り5試合切ってきておりますんでね、なかなかここでね高卒ルーキー上に呼ぶというのは難しいんですけども、まあ、オリックスはねそういった意味ではちゃんとね来年再来年を見据えた、起用しているというので、まあ、しばらくね強い時期は続くんじゃないかなというふうには思います。はい、その中で、まあ、先ほどね、康介選手と小園選手の、レギュラー争い面白いなという中ですけどね、もう一つ大森選手と田村選手のこの争い、一軍枠をかけた争い、さらにはねもうレギュラーを含めてね外野手、西川選手も今日結果出ていないということもありますんで、まあ、その辺のね全体を含めてね外野手の、レギュラー争い、一軍枠争いというのもね盛り上げていきたいなというふうに思います。もう固定せずにね西川さん、秋山さん、野間さんと固定せずに、もう全員含めて、レギュラー争い、一軍枠争いを、含めて、やっていってほしいなというところは思いますね。はい、そんな中で、まあ、堂林さんとかで末金さん、なかなか、結果、出てないところもありますんでね、まあ、どちらかは落ちるのかな、もしくはそのね両方、2人とも落ちるのかなというふうには考えておるんですけども、まあ、右でね、長距離打てるというのは魅力なんでね、どちらも、はい、この2人なんとかね、残ってほしいなというところもありますけども、なんとか結果で示して、いただきたいなというふうに思います。はい、ということで、もう泣いても笑っても来週1週間でねオープン戦終わります。残り5試合となってきましたんで、まあ、開幕ローテーションに向けたところもそうですし、一軍への生き残りをかけたところもそうです、レギュラー争いといったところもね本当に注目されてきますんで、来週1週間も、楽しみにオープン戦の方を見ていきたいなというふうに思います。ファームの方も含めてね、楽しみに応援していきたいと思いますんで、皆さんもよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日はですね、デイビッドソンさん、素晴らしいバッティング披露してくれましたんで、まあこれでね一安心かなというふうに思いますんで、今週もね1週間楽しんでいきたいと思います。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。長々とありがとうございます。日曜日の夜、気持ちよく過ごしましょう。よろしくお願いします。というわけでカモン。はい、ありがとうございました。失礼します。